こんにちは、アンソニーです。先日の Apple WWDC2017 ご覧になりましたでしょうか？私はギュインさんと一緒に生放送をしながら見ていたわけですが、今年は例年になくハードウェアの発表が盛りだくさんでした。iPad Pro、 iMac、 iMac Pro、 そして HomePod などなど、 Apple さんは常に我々が欲しいものとはちょっとと違う製品を出してくれますよね。まあ、いい意味でも悪い意味でも、悪い意味でも。個人的に一番注目したのは何と言っても iMac Pro なんですけれども、マジか。あれなんか色違うくないですか？違う。iMac Pro。マジか。キーボード来た。天気付き。ワイヤレス。来たよこれは。これはローン組んでても買うで俺。うわめっちゃドキドキしてきた。8コア10コアちょっとこれアップル本気出してきたんちゃう。サンダーボルト3が4つ。あ、これは使えるわこれは使えるわ。マジいくらなんのこれ。まあさすがに50万からっていうのはちょっと雲の上すぎるので、まあ、横に置いといて50万。50万ああ12月、チーンって感じやなあーそうですか。ああちょっと一瞬でも夢を見て俺がバカだった。まあ地味にスペックアップした iMac4K の27インチあたりを欲しいなと思うんですが、まあね、従来から、iMac を買い替えるとずっと言い続けてきてるわけですが、やっぱり冷静に考えるとちょっときついかなと思ってまして、やっぱりね、なんか、引っ越しがなければ買えてたとは思うんですけれども、まあ、引っ越しに加えて、まあ、バイクを買ったり、カメラ関係もね、立て続けにいろいろ買い物をしていたので、ちょっと我慢しようかなというところです。で、WWDC の中では触れられてなかったんですが、その翌日になって、天気付きのワイヤレスキーボードが出てまして、単品で買えるようになってました。もうようやくかと。もうようやく来たかということで、速攻でポチりました。まあ、このね、天気付きワイヤレスキーボードをなんで出さへんねんと、もう半ば怒りに、近い感情をずっと持ち続けてまして、まあ、今回出てなかったら、サーフェススタジオの天気付きワイヤレスキーボード、あれを買おうかなと思ってたぐらいですね。まあ、あれも結構かっこいいんですけどね。はい、それでは開けていきますけれども、この従来のキーボードの忌まわしい USB ケーブルがなくなるっていうだけで本当ありがたいですよね。はい、マジックキーボードでございます。はい、とパッケージはこんな感じですね。裏は至ってシンプルでございます。はい、とこれはこうだ。はい、そこに、ライトニング接続の USB ケーブルが入ってました。これで充電するんですね。確か、これケーブルを接続した状態でもキーボードを使えたと思います。で、簡単な取説がついてます。で、これをペロペロとめくって、はい。まあ、これといって新鮮味があるわけでもないんですけれども、うん。こんな感じですね。で、ここにライトニングを挿すんですね。うん、至ってシンプルです。
もうこの比較はね、瀬戸さんが結構細かくやってるので、今更私がやるほどでもないんですが、キーボードがですね、見るからにストロークが短くなってますね。浅くなってます。実際ね、この、土台のシルバーのところからの出っ張りがね、明らかに薄いですよ。こうしてみたらわかるかな。これでわかりますかね。薄いんですよね。明らかに。ストローク感が。でも、打った感じは、別に問題ないね。で、従来のやつは少し傾斜があるんですよね。で、今度の新しいやつは、ほぼ真っ平ら。若干の傾斜ありますけれども、上が古い方の有線のキーボードです。これが、まあ、デスクだとすれば、こういう風に斜めに上がってますよね。で、新しい方は、ほんのちょっと上がってるんですけれども、ほぼ、水平に近いぐらいかな。カーブが非常に緩やかです。この辺のね、ホーム、エンドとかディレートとかが、わかりやすくシンプルに矢印になったりしてますね。で、このファンクションキーが明らかに大きくなってます。あ、その分少しこの一番下の段がほんの少しですけれども、高さが小さくなってますね。やっぱり点キーがあると、決まった数字なんかを打つときにもう手が、指が覚えてるじゃないですか。例えば、電話番号の090を打とうと思ったら090って打てるでしょ？で、それをこういう風に打つのはちょっとめんどくさいんですよね。うん。で、あと、私よく使うのは、コマンドを押しながら、プラスプラスとか、マイナスマイナスとかで、ウィンドウを大きくしたり、それから動画編集ではタイムラインを拡大したり縮小したりっていう使い方もよくします。それから、金額とか打ち込むときにはやっぱりこの、コロンとピリオド、これをよく使うので、絶対に必要ですね。そんなとこですかね。まあ、ちょっと接続してみたいと思います。はい、ちょっと画面の方では見えてないですが、iMac の方ではマジックキーボードをもう認識してくれているので、それを接続するだけですね。はい、これでもう打てる状態になってます。せっかくなのでマウスも新調しました。マジックマウス2ですね。私今まで使っていたのが、まあ初代のマジックマウスなんですけれども、最近ね、まあ、結構長いこと使ってるうちにやたらと Bluetooth が切れるんですよ。すごい頻繁に。でちょっと最近気持ち悪いなと思ってて、それでマジックマウス2も買いました。あ、これなかなか可愛らしいパッケージだな。そうか、今までは iMac を買うときにセットで入ってたから、これ単独のパッケージを見るの初めてなんですね。はい、ということでお見せしましょう。こんな感じで Apple のマークがありますね。で、あー、ちょっと白飛びしてるな、申し訳ない。中はちょっとしたマニュアル類と USB ケーブルが、ライトニングのねケーブルが入ってます。はい、こうしてみるともうどっちがどっちか分かんないですよね。見分けがほとんどつかないと思いますけれども、見分けは裏面ですね。こっちが新しい方ですけれども、新しい方はここにライトニングを挿すところがあります。ここで充電するんですね。で、電源ボタンがここにあるんですけれども、電源ボタンの形状も若干変わってる感じがします。はい。で、従来のモデルはここは電池蓋を外すボタンでしたね。はい、こんな感じです。はい、ということで新しい点キー付きマジックキーボードとマジックマウス2を購入したというお話でした。まあ、これでこれからも快適に作業をしていきたいと思います。で、今回の WWDC の中で、
どうでしょう、皆さんこれは買うぞっていうのはありましたでしょうか。もしくは、最近のアップルに何か思うところとかありますでしょうか。よかったら、コメントに残していってください。それでは